さあこう石毛のアーリークロスはいく、おっとこれはユンカーってことは積み上げてきたものを出したいので戦う姿を見せるんだってことを言ってましたよね。でそのホッカーのほうはどうだ、ボール奪い返せるか、ファールでゲームちょっと振りすぎたかもしれない、はい、このまま最前線道具だしフィールドの中に収めていく、キーパーを作るイクラ、クリアです。いや、イクラがここまで出てきてます。そして山中、このワンタッチが大きい、ここはイクラ、ゴールキーパーここまで、あーサイド折り返した、おっとキーパー来てます。キーパー同士の競り合いでした。イクラのファウルでしょうか。こちらまで下げます。あ、この辺もよくプレッシャーかかります。本当にね、まだでもたくましくなったのと、ねえ、うん、キーパー出ている、キーパー出ている、そのままタッチ終わった、長いセルマーレン下げてイークラです。これはちょっと追い込まれかけたんですがうまくターンしました。後ろのここは渡辺和馬厳しくいきます。そして小泉戻した、関根のシュートだー、よく手が出ました。イークラ、山崎が追っていく、そしてイークラ、あー自分で上がっていく、このプレーにスタジアムがどよめきます。デュエスの入りっていうところですね、はい、相手なしのデュエスのところの寄せも早いですね。イークラが自分で行きます。イークラが行く、倒れてファールを穴に狙っていった、いませんでした。主審の福島浩一郎です。シュートの意識ももっともっと持っていってると思うんですけどね、はい、あ、そこでエチャコでカードですね。もうついてくる川崎です。裏を取った、こういうボールを持っていきます。抜けて、アントキックでフェンス、長いボールがちょっと今味方同士重なりましたかね。おっとイクラ空振り、小林を狙った、イクラの大きな空振り、イクラはなんとか前でね、おお三塁から奪った、ドグラスがない、キーパー、おードグラスがよく出ました。イクラスレッタセルジ3セーブ、これはイクラが救いました。パスコースを切りに行きますが、サンペール戻します。これはすごかったですよ。ですね、飛び出していくっていうのは今日、はい、今日なんですか。今日はなかなか神戸それできないですね。そうですね。あ、この前からプレッシャーいきます。下にいってる荒野あたりのシュートチャンス出てきますしね。うん、その荒野が行く。イクラとのマッチアップを。長いボール一発。これはキーパー出ています。処理して。後藤レオシルバー。検証しよう。あ、いいところで取りました。キーパーとの間。浮かせた。そして。押し込んだか、押し込んなかった、入ったのは自分、これは危ない、そしてシュート決まった。対神戸アウェーゲーム4ゴール、ホームゲーム5ゴール、あーイクラが捕まった、イクラが捕まった、空いてたゴールに流し込み、どうビルドアップしていくか、ここにプレッシャーをかけて、はい、またこれも海外の報道レベルではありますが、ここはイークラがボールを奪われた、ルーカスが倒れて笛が鳴りました。さてこのプレーですが、カープかなとイークラも読んでたかもしれませんね。ポイントが結構前ですもん。バンドがいいパスを出す、小野瀬走る、
浮かせていってヘディングだ、ナイスキーパー、逆サイド、松田天馬チャンス、よーイワシキャナイスキーパー、よく止めました、イクラ。この状況でかサイドパット、イクラロングヒード、武藤を狙います。菅と武藤うまく入れ替わって中に長坂、大迫、長坂に出したシュートだー、後ろ松本レイもいる、さあキーパー出た、弾いてシュートに行く、こぼれた、まだあるか、ロナウドから受けた鈴木優衣と西田の技で3段だ、ドーグラスに止めました、イクラ、本当です、よくしのぎました、イクラ、大きいプレーだと思いますよこれは。